次はデータの並べ替えについて説明します。例に使うのは、車の燃費データ、先ほどの練習問題にあったやつですけど、ここに回答が一応書いてあると。列の名前が、この L というリストに入っています。で、Pandas のリード CSV で、データの URL を入れて読むんですけど、このデータは、空白で、間膜区切りではなくて空白区切りなので、これですね、Delim White Space を True にして読めばいい。で、列名は、この Names 引数で、この L を入れればいいと。で、読んだ後に、並べ替えをしたいと。実際データの分析するときもよくあります。そのときは、この場合、car という名前のデータフレームになっているので、sort values メソッドを呼んで、引数で、列の、名前ですね。この場合、mpg と、マイルパーガロン、燃費ですね。を、入れればいいと。で、小さい順にしたいので、この照準を表すアッセンディングという引数を、false にします。で、先頭の5つを出してみると、このように、並んでると。で、マツダ、ホンダ、で、日本の、会社が一番この当時は燃費が良かった。次、フォルクスワーゲンかな。ということがわかります。で、練習問題では、加速というのはこれですね、アクセラレーション。で、大きいほどいいから、今度は、アッセンディングをトゥルーにしてやってねとか、一番重たいやつ、このウェイトだね。で、並べ替えることによって一番重たい車を見つけてみましょうということをやってみてください。次は、データの抽出について解説したいと思います。データフレームから、一部のデータを抽出して、それだけ表示したいということがあります。フィルタリングとか言うんですけど、ナンパイの時に、学習したインデックス配列と同じように、というか、実はナンパイを使ってるんですけど、抽出することができます。例として、あやめのデータ、アイリスデータが今 DF というところに入っていると仮定して、学偏長が7以上のものですね、それを、切り出したいと思います。で、7以上のものが、の時に true、そうでない時に false になるような、ものは、こうやってやれば、いわゆるインデックス配列ができるわけでした。で、わかんない人はナンパイのところを復習してください。それをこのデータフレームに入れてあげる。そうすると、これを満たすようなインデックス、ブーリアンインデックス配列だけ抽出されるので、全部学偏長が7以上のものだけ、50、100、205、そういう、行だけが抽出されたことがわかります。で、複数の条件をやるときは、これもナンパイと同じで、例えば学偏長が7以上、花びら長が5以上を申したいときは、こう、括弧でくくって複数の条件を書いて、この場合両方満たすわけですから、&つければいいことがわかります。で、これで、同じように両方ですね、花びら長が5以上で、学偏長が7以上のものが抽出できます。で、OR 条件は、この棒というか、キーボードの右上にある、シフトを押しながらやると出てくる、これが OR です。この普通、Python の場合、こちらの OR を使うんですけど、Pandas ではこちらになってます。で、これも、学偏長が4.8以下、もしくは花びら長が1.3未満か。で、抽出するとこんな感じになります。ナンパイと同じです。練習問題があるので、やってみてください。